アイテム番号 SCP-143JP オブジェクトクラスユークリッド特別収容プロトコル SCP-143JP1 は最新版の無視類型オブジェクト収容手順に従ってサイト81内の小類研究室36に収容してください。メスに吸血されると SCP-143JP にベータ個体が発生してしまうので、実験の目的でない直接の暴露を避けることには最善の注意を払い、必ず2013年以降に正式採用された指定防護スーツを着用してください。生まれた卵は全体の 5% 程度のみ残して全て終了させてください。SCP-143JP1 の生体標本は現在十分な個体数収容できているため、推定後10から25匹未満の収容違反案件に際しては現場収容スタッフの判断で終了させて良いことになっています。野生の蚊の仲間よりも10倍程度薬剤への耐性があるため、直接触れずに叩く方法を推奨します。終了後の事後連絡は必ず行ってください。推定25匹以上の収容違反案件は第4位優先警戒となり、機動部隊ル、旧、かやり火が出動します。また、収容スタッフは6ヶ月に一度、機動部隊ル、旧による講習と訓練を受講することが義務付けられています。SCP-143JP には、同サイト小類研究室、36に隣接した収容室で収容されています。完全に密閉でき、上部がガラス窓になっている12m×12m×12m 以上の大きさの非鉄製コンテナ L の中に、上面に穴があり、内部の表面積が400平方メートルより広い鉄製コンテナ S を入れた。入れ子構造の中に収容してください。コンテナ L は収容室床にしっかりと固定し、コンテナ S は下記の手順に耐えられる最低限の強度の非鉄製の細い鎖で四方をコンテナ L の床に固定してください。清掃や修理が必要になった場合は密閉できる酸素ボンベ付き防護スーツを着用していってください。SCP-143JP にベータ個体。切断された SCP-143JP2 を含む。が実験や事故などにより新たに発生した。あるいは新たに発見された場合。1、収容室と研究室。36とをつなぐオブジェクト用通路を回避し、SCP-143JP2 に入室させる。2、SCP-143JP2 がコンテナ S の表面上にいることをコンテナ L の窓から確認。3、電磁力発生装置を起動。コンテナ S を浮遊させ、SCP-143JP2 をコンテナ S の表面に閉じ込める。4、コンテナ L を回避。SCP-143JP2 が収容施設に完全に入ったことを確認していい。5、電磁力発生装置の電源を切る。以上の手順で収容してください。装置のミサを作り、手順や管理方法、各コンテナの詳しい構造などについては別紙の補足文書を参照すること。説明。SCP-143JP-1 は一筋シマ科の近縁種に分類されると乏しい生物です。外見や習性などは野生の同種に準じますが、寿命的にほぼ不死であること。野生の同種のおよそ14倍の薬剤位置への耐性を持つこと、同じく本体の強度も3倍程度あることが分かっています。また、繁殖力は財団が収容した時点で約、倍、さらに代が増すごとに、から、程度上昇しています。メスの SCP-143JP-1、SCP-143JP-1F とします。の分泌する唾液には通常一筋シマ科の唾液にはないいくつかの物質が含まれています。うち7つは他の財団収容済みオブジェクトから過去に検出されたもの。4つは全く未知のものでした。しかし生体実験の結果では、身体的な有害性は野生の蚊の種類と比してほとんど違いがありません。この唾液が被検体の体内に侵入すると、被検体には野生の蚊に吸血された時と同様のアレルギー反応が起こり、
侵入部は血管が拡張することで赤みを帯びて少し膨らみ、痒みを感じるようになります。しかし侵入からおおよそ60から100秒後、生じた赤みはすべて未知の方法で自律移動するようになります。この段階の赤みは SCP-143-JP2β と定義されています。SCP-143-JP2β はゴキブリも苦に近い素早い動きで移動し、おそらく無視類程度の知能と、近く不可能なように思える三次元空間を含んだ非常に広い空間の把握能力を持っています。このオブジェクトは垂直方向に2ミリメートル以上の空間を確保できる個体の平面であれば、直接繋がっている面ならどこにでも進んでいくことができます。例えば、SCP-143-JP-1F に腕を刺された被検体が床の上に立っているならば、生じた SCP-143-JP-2β 破体表を伝って足へ、靴を伝って床へ、続いて壁や天井、置いてあれば机などに進むことができます。被検体が何らかの方法で宙に浮いているならば、SCP-143-JP-2β は被検体の体表で閉じ込め状態にあり続けることになるでしょう。生体の体表にいる時の SCP-143-JP-2β は血管の拡張現象として現れていますが、それ以外の場所では、その時いる平面の材質に不自然に浮き出た、2ミリメートル程度の赤い膨らみとして存在します。この時の SCP-143-JP-2 に特別な成分が含まれているかどうかは、捕獲が困難なことと、検査器具自体にも這い登ってしまうことから実験が難航しています。後述の SCP-143-JP-2 についても同様、SCP-143-JP-2β は移動を始めると、現在までの事例では例外なくすべて、SCP-143-JP-2 を目指して進みます。SCP-143-JP-2 は SCP-143-JP-2β の集合体で、少なくとも財団が収容しているのは1体のみです。報告書最終更新時点でその面積はおよそ37平方メートルほどあります。観察される限りでは、代謝や代謝に準ずる機能によってこの面積が小さくなることはありません。何らかの外的要因で SCP-143-JP-2 が切断された場合は、最も大きな部分のみが SCP-143-JP-2 としての機能を保ち、残りの部分は SCP-143-JP-2 に近い振る舞いをすることが分かっています。SCP-143-JP-2 は大部分で β 個体と同じ性質を持ちますが、これは普段周辺部を細かく波打たせながら、ネバキンを思わせる緩慢な動きで移動します。ただし近くの生体に向けていく本科の細い差は腕のような部分を伸ばすことがあり、これは最長で10メートル伸ばせ、末端の速度で推定秒速約40メートルで動かせるようです。また、どんな細い面へも進むことができますが、平面において身体を重ね合わせることは不可能らしく、細い棒の表面などを進む場合には広い身体を移動させるためにかなりの時間をかけなければいけないようです。動作からは β 個体から確認できない音への反応が見られるほか、β 個体よりもいくらか高い知能を持つように見受けられますが、各種知能テスト、能力テストの実施方法の確立のめどが立っていないため、現在までのところ詳しい能力は不明です。β 個体にはない独自の特性として、SCP-143-JP-2 には、人獣を問わず動物の体表にこれが触れると触れた部分にかぶれたような赤みと強い痒みを生じさせ、触れた面積と同じだけ自身の面積を広げる能力があります。これは SCP-143-JP-2 の捕食、あるいは生殖にあたる行為なのではないかと思われます。この痒みは野生の蚊や SCP-143-JP-1F の唾液によるものよりも明らかに強く、個人差はあれど1から5時間ほど継続します。また、痛み、冷たさ、熱などの信号はこの痒みを一時的に紛らわせることができますが、抗ヒスタミン剤などの痒み止め作用のある薬は効果がほとんど確認できません。触れた部分の血管の拡張は見られますが、治療の活発化などの物理的要因から来るもの以上に、神経自体や脳の認識そのものに影響を及ぼしていることに由来する痒みなのではないかという説が有力です。SCP-143-JP
1および SCP-143-JT には、県北部の山中にあった研究施設らしき建物で発見されました。発見時には人間が去ってからすでに1週間は経過している様子でした。この建物は日本鳥類総研の小規模な実験施設の一つとみられ、所在地の土地の本来の持ち主は現在も失踪中です。発見段階では SCP-143-JT1 はおよそ、引きが、B-343 と書かれた大きな飼育槽で飼育されている状態でした。SCP-143-JT には現在よりも7平方メートルほど小さい姿であり、現在の財団の収容施設とほぼ同じシステムのガラス張りの部屋で管理されていたようです。SCP-143-JT1 は繁殖に十分な量のサンプルのみをトラックで輸送し残りは駆除。ついで SCP-143-JT には民間のものを偽装した赤い気球を使って運搬し、共に直近のサイト、81、へ無事収容されました。施設で発見されたいくつかの文書より、このオブジェクトが一種の拷問に用いるために作られ、3年半もの間複数の団体を顧客として同施設で実際に運用されていたこと、主に顧客源を理由として運用が凍結され同施設が放棄されたこと、移動の困難さゆえにこのオブジェクトがそのまま同施設に残されたことがわかりました。また、SCP-143-JT にをある程度手なずけてコントロールする技術があったことも文書の記述から判明しており、現在もその方法は模索中です。実験記録、143JT、2000年、月、日。実験内容、B クラス職員 B。52646を SCP-143JT に収容施設に長時間放置。経過を見る。結果、B。52646は困惑しつつもオブジェクトに接近。残り2メートルの地点でオブジェクトの差は腕に足を触れられ、急にかゆみが生じたことに驚いたらしく転倒。直後にオブジェクトが体表を覆ったのを確認して、以降8時間放置した。B。52646は5分後に B クラス職員用制服を脱ぎ捨てて裸になり、身体中をかきむしり、悪魔を続けながらも実験終了まで生存。終了後に失神し、防護スーツを着た収容担当スタッフに抱えられて収容室を退出。出血部位の手当てが行われた。直後の検査の結果、B。52646の全身の体表、眼球、食道、気道の一部、変臭済み、などに赤みが見られた。オブジェクトの面積は 2.5 平方メートルほど拡大した。分析。面積拡大が人間一人分の体表面積よりも明らかに大きい。これは直接触れ続けることで、かゆみが引いてゆく端からまたかゆくする。ことが可能になっているのだと推測している。また、当初はアナフィラキシーショックの症状が現れるのではないかと予測されていたが、実際には見られなかった。察するに、オブジェクトの開発者はより効率的に拷問を行うためにあえて致死的な有害性を排したのではないだろうか。各仮説の結論を出すには続く実験が必要であろう。